井上文太は、日本の画家。こうである、文太の由来は敬愛する、菅原文太から、画家の金子国二に指示。独立後、日本画や油絵をはじめ、キャラクターデザインや空間美術、入れ墨などを手掛ける。個人、企業を問わず様々な業界とのコラボレーションを行う、ことも多い。様々な表現手段を持つ一方で、死を仰ぎ、あくまで画家を本業とする態度を崩さないのが、 この作家の大きな特徴である、大阪府大阪市梅田生まれ。2歳を過ぎた頃から、絵本の模写を黙々とする子供で、周囲を驚かせていたという。7歳より、兵庫県天ヶ崎市に転居。天ヶ崎市立水道小学校時代は、成績は全般において、優秀だった。特に図画工作では、毎年、市の展覧会で金賞を取り続けた。 天ヶ崎市立南向野の総中学校、法徳学園高等学校卒業。同級生に、ファッションデザイナーの中川正宏がいる。1990年、大阪市内で、大手メーカーのインハウスデザイナーとして活動中、震災橋区ポキリンプラザ大阪で、展覧会を行っていた、金子国吉の絵に衝撃を受け、その場で画家になることを決意。直後、会場を訪れた。 金子本人に出会ったことで、その不思議な人間性に魅了され、門戸を叩くこととなった。2週間後には、大阪から上京し、弟子としての活動を始めている。1994年、ニューヨークの写真家、ナンゴールデンと出会い、被写体を務めた。9年間の修行生活の後、1998年に独立。井上文太として活動を始める。 前述のように画家として多方面で作品制作に携わる。2010年キャラクターデザインを手掛けた連続人形活劇新三十史が第36回放送文化基金賞の個別部門において美術賞を受賞した。同年5月よりブログ井上文太の昼寝をスタート。2011年4月。 オークションハウスのクリスティーズが、アースデイ40周年を記念して開催した、グリーンオークション、エイビット2、セーブ・ザ・アースに参加。同年10月、京都明光寺、下妻の間の襖へ、館長図を完成させた。同年11月、ロックフェラー財団会長のデイビッド・ロックフェラー・ジュニアが、会長を務める、NPO 法人、セーラーズ・フォー・ザ・シーの日本支局理事に就任。 2012年より、ホリプロに所属。木林森クリエイティブプロジェクト代表。2013年、セーラーズ・フォー・ザ・シー日本支局教育実行委員長に就任。同年、日本が、ツルズが、ロックフェラー化所像となる。2014年、一般社団法人楽しいことする。プロジェクト設立代表理事就任。同年、NHK パペットエンターテインメント。 シャーロック・ホームズ人形デザイン人形美術監修を担当2015年横浜グランドインターコンチネンタルホテル顧問アートディレクター就任同年第37回日本シャーロック・ホームズ大賞受賞日本シャーロック・ホームズクラブ2016年川口コールゴールの森美術館広報大使に任命2020年1月8日立山市ふるさと大使 作品の主題は大きく2つのシリーズに分けられ、新章風景を幻想的に描く、連シリーズ、日本的な風景や動植物などをモチーフとした波シリーズで構成される。井上は1999年に開催された初古典ロータスの案内状の中で、前者は用水の中の記憶であり、後者は日本人としての遺伝子的な記憶であるとし、 作品はそれらを描いたものであると語っている。また、前者からは、金子国吉や渋沢達彦、後者からは、林派や歌川国吉、長寿ギガなどからの影響が見られるのも特徴であり、一方で過去に見られなかった、独自の世界観と評されることも多い。2009年10月より、NHK 教育テレビでスタートした、三谷幸喜脚本作品の、 連続人形活劇新三重史ではキャラクターデザインを務めている。番組のガイドブックの中で人形作家四谷志門から聞かされた人形は人形であると渋沢達彦氏に教わり人形作家として救われたというエピソードを語りキャラクターデザインにおいての影響を示唆している。自らが主催したアートギャラリー ヤンクのオープン当初より堀氏としての活動を始め、かねてより信仰のあった、ラルク・アンシエルのハイド、写真家の藤代名佐、俳優の渋川清彦などに入れ墨を施す。これらは雑誌、スイッチ市場で2000年より5回にわたって連載され、堀氏としての一面が広く知られることとなった。姿勢について井上は、人体は完璧な形をしていて、非常に美しいもの。 だから、本当は入れ墨を入れる必要なんてない。ただ、中身のオリジナリティを引き出すために、入れ墨という手法が有効な時もあると、雑誌、タイタルの紙面上で語っている。東北地方太平洋沖地震を受け、2011年3月12日より、ブログを中心に呼びかけによる支援活動を開始。連続人形活劇心、三重誌のポスターやキャンドル作品の、 復興支援販売をはじめ、被災地の保育園、幼稚園、小学校を訪問し、子どもたちを対象としたアートワークショップの開催、画材提供を行っている。井上文太がデザインした、令和里見八県電バスまた、令和元年台風、第21号による水害により、被災した千葉県立山市の復興支援のため、 JR バス関東の要請で、暴走ナノの花号に使用される、バスの車体とバス停留所の看板のデザインを提供した。ありがとうございます。